ゆっくりしていってね。さて、今回は本日投稿の動画、韓国の日本依存に関連し、韓国の街並みが日本に似ているという件に関し、アジアで発展している国はどこも大差ない等のコメントが結構あったので、実際にアジア各国の発展地域の画像を比較してみます。そして比較条件として各国の都市とその郊外の発展した商業地域の画像をいくつか提示します。ただし、中国に関しては Google マップの画像がほとんどなく、香港とマカオ、そして金門島のみ該当画像があったので、そちらを比較に使用します。また、先入観を抜きに視聴者さんに比較してほしいため、あえて地名の紹介以外のコメントをしません。その点を考慮してご視聴してください。それではどうぞ。まずは香港から。次はマカオ。次は金門島。次はベトナム。次はタイ王国。次はシンガポール。続いて台湾。そして最後が韓国、まずはソウルのカンナム区。
続いて人選し。最後にプサンです。ただし、韓国の場合この手のタイプの高層マンションが非常に多く、日本にもないわけではないですが、都市部ではどこでも見かけることから、この部分で景観に違いがあります。今回は以上です。それではまた。